どうも、後藤照樹です。今日は大嫌いな親をどうしたら好きになるか。あ、好きになるはちょっとハードル高いかな。どうしたら克服できるかにしようか。はい。まあ親をね、嫌いな人ってね、いると思う。まあ結構多いんじゃないかな。嫌いだったらまだいい方かもしれない。虐待を受けても恨んでる人とかもいると思うんですよ。だまあね、でもね、やっぱ、親を、嫌いだとか、親を恨み続ける、親を嫌いでい続けるっていう風になっちゃうと、自分に返ってくるから、自分が辛くなると思う。だって、自分が生まれたのは、お父さんお母さんによって生まれてきたわけでしょ。お父さん、その、生まれた源を恨んだり嫌ったりするっていうことは自分を嫌うことと一緒だから。わかる？言ってる意味。だから、その、お父さんお母さんを恨んだり嫌ったりするっていうのは自分自身を恨んだり嫌ったりすること、自分自身を傷つけることになるんですよ。なので、これはね、克服しないと幸せにならないんです、これは。これ俺のね、理論ね。俺の今までの人生経験上。だからね、僕もね、だから、親父とか、父親からね、本当にね、お前を殺して死んでやるみたいな、そういう、ね、揉め、争いみたいな、ありますよ。やっぱ思春期ですから。うん。あります。うん。だけど、必ずね、克服できるんですよ。大嫌いな親。恨んでる親とかでも必ず克服できるんです。じゃあどうやってやるかっていうと、簡単なんです。簡単って結構思い込むこと大事ね。難しいと思っても簡単って思い込むこと。これ基本。テレキ塾これ基本。難しいことも簡単って思い込むこと。これ基本です。まあ簡単です。我慢して付き合うことです。我慢して付き合うことです。大嫌いな親とも我慢して付き合うことです。これが、秘訣。だからなんかね、って思うかもしれないけど、わかりやすく、例えで言うと、嫌いな食べ物を食べるっていう感じ。嫌いな食べ物を食べて克服する感じ。俺ね、あんま好き嫌いないんですよ。結構、何でも食べれちゃうタイプ。もちろん嫌いなものとか、苦手なものって あるし、あっただろうしけども、俺結構嫌いなものを克服したい、苦手なものを克服したい、できないことを克服したいっていう、キャラなんですよ。性格なんですよ。なので、食わず嫌いじゃなくてちゃんと食べていくみたいな。で、食べてまずいなと思っても食べれるようにしようとか、そういう、性格だったんですよ。今はね、ほんとね、好き嫌い分けちゃってるけど、昔はね、何でも食べるぞみたいな、それが後藤照樹だみたいな、俺だみたいなあったんで、ポジティブな性格なんで、結構、挑戦するわけですよ。今はもう、結構、これを食べる、これは食べないって結構分けてますけど、なので、それと一緒なんです。食べてみる。我慢して食べることです。嫌いなものを克服するのは我慢して食べること。まあ、我慢して食べて好きにならなくてもいいですよ。好きにならなくてもいいけども、我慢して食べ続けることが大事なんです。もちろんアレルギーとかは別で、アレルギーで食べたらもう死んじゃうみたいな別だけど、苦手なものでもね、やっていくと、なんとなく耐えられるようになってくるんです。耐えられるというかね、食べれるようになってくる。例えばね、春菊とか、子供頃あんまね、好きじゃなくてね、食べたくなかったんですよ。まあ嫌いというか、まあそうだね、食べたくなかったから、椎茸とかもさ、ピーマン、まあピーマン食えたかな。というか、春菊さ、すき焼きとか入ったりするじゃんか。でも、春菊嫌じゃんか。苦いから。でも、今大人になってみると、春菊のこの苦さが美味しいみたいなのあるんですよ。わかる？わかるでしょ？この春菊のうまさ。春菊うめえみたいなの出てくるんですよ。子供の頃は苦手だったけど。で、ビールとかもさ、ビールさ、子供の頃とか飲むじゃんか。なんだこれまじいなと思うと、今飲むとビール美味しいんですよ。だそういうのあるわけよ。まあ、ビールお前、子供は飲んじゃダメだよ。飲んじゃダメだけど、そういうのあるわけですよ。だから、それ、人も同じ感じ。苦手なものでも食べる。飲む、我慢して食べていく、飲んでいくと、そのうち、なんかこれ美味しいじゃんとか、思ったよりまずくねえなとか、食べれるなっていう瞬間あるんです。ね、嫌いな親とか恨んでる親とか付き合っても、そういう瞬間あるんです。
それを続けていくことが大事だと思います。もちろんね、食べ物じゃないから、向こうからね、嫌なことされたりね、また腹立つことされたりすることもあると思うよ。あると思うけど、そしたら、距離を置く、離れる。そして、また、あ、なんか、ゲージが溜まってたら、溜まっていったら、パワーが溜まっていったら、また近寄っていく、接する、付き合っていく。そうすると、またムカつくことがあって、また離れる。で、その繰り返しでいいと思う。で、そのうちどんどん、あ、まあ、慣れてくる。その体勢つけていくことが大事だと思う。普通の人間関係だったら、それで、まあ普通っていうかまあ、普通だったら、少しずつ少しずつ距離が縮まっていくと思います。うん。まあ絶対ではないけれども、そうやって、慣れていくことも大事。こちらから、努力することが必要。うん。努力して、付き合っていく。我慢して付き合う。我慢して付き合う。我慢して付き合う。結果、少しずつ、ほんの少しずつかもしれないけど、良くなっていく。相手の気持ち、あ、が分かってきたり。大人になるとさ、相手の気持ちも分かるようになってくるんだよ。多分、俺まだ子供作ってないけども、子供ができたら、お父さんお母さんの気持ちが分かるようになったりとかも、あるんだよ。俺まだ子供作ってないけども、うん。本当にガキできたら、あ、お父さんお母さん大変だなと思ったりするもんなんです。うん。だから、粘り強くね、嫌いだなとか、恨んでたりしたとしても、それ付き合っていくことが大事だから。付き合っていくと、少しずつ、雪解けしていくっていうか、ほどけていくから。うん。だから嫌いだからもう、嫌いだからとか、恨んでるからとか、それで諦めないでください。なぜかというと、それはお父さんお母さんのためじゃないです。あなたのためなんです。あなた自身のために、お父さんお母さんを、愛してあげてください。愛そうと思ってください。愛そうと思うから愛せるんです。嫌いと思うから嫌いになっちゃうんです。恨むと思うから恨んじゃうんです。だから、お父さんお母さんを愛してください。だから俺ツイッターで言ってるよ、お父さんお母さん愛してるぜって。俺は未熟だから言ってるんだよ。未熟だから言葉に出すんだよ。わかりますか？ということで、以上、てるき塾でした。何かの参考になりましたら幸いです。お前ら、愛してるぜ。YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして美容に興味のある方、僕の友達紹介で初めて湘南美容クリニックに行かれると、僕にも5000円、あなたにも5000円分のポイントがもらえます。説明欄に僕の情報が載っていますので、それを伝えて行ってみてください。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。